日本関東地方神奈川県横浜市南区南区は横浜市を構成する18行政区のうちの一つである。18区の中で人口密度が最も高く2位の西区に大きく差をつけている。清水家急公園から望む南区区の中央部を京浜急行電鉄鎌倉街道が南北に縦断して通っている。そして鎌倉街道の地下には並行して 横浜市へ地下鉄ブルーラインが通っている。鎌倉街道に並行するように、大岡川と途中で分離する中村川が流れており、さらに、磯国へ流れる堀割川も分離する。大岡川沿岸部は、大岡川プロムナードとして整備されており、桜の名所でもあり、春になると多くの桜が咲き誇っている。北部には、首都高速道路狩場線、西部には、 横浜横須賀道路が走っており、幹線道路周辺では大きなビルやマンションが立ち並ぶがそれ以外のところでは大半が住宅地である。南部にある広明寺は横浜市の寺としては最古の寺であり、広明寺観音とも呼ばれる。かつて、サネカズラ焼きの釜場があった。清水家休校園は横浜高等商業学校。 横浜国立大学教育学部付属横浜中学校は横浜高等工業学校の跡地である。1943年11月30日までは横浜市の中心地とも言える中区であった。その中区から分離した際に中区の南にあることから命名された。現在の南区東部、現在の南区西部、港南区南区内では一部の区域で 住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。大岡川プロムナードの桜、並木広明寺本堂、大原水道南側公門横浜橋通商店、外南区総合庁舎の最寄りは、坂東橋駅であるが、同駅は横浜市中区に所在する。港南区にある、ブルーライン、京急線の上大岡駅、保土ヶ谷区にある JR 横須賀線の保土ヶ谷駅を、 最寄りとする、南区民も多い。ありがとうございます。